ということで、じゃあもう一回歌わせていただきます。千本桜改め、千本桜改め、乾き物好きな魚はウニ、ハイボールを添えて、フューチャリングクゼアイガ、作詞作曲、作詞クゼアイガという会の仲間たち、よろしくお願いします。よいしょ、では行きます。一晩寝かせたカレーを横目に、ひじきと枝豆おつまみ、ファティマタコは刺身、サバ串焼きマシュマロ、ピンロックで優勝宣言、3年前のタコ混ぜて、君の疲れも何のその、土から掘り出したものを、スープ松崎しげる夜に紛れ、株式会社我は雷、ここはクラゲ、いちごのチョコ、その大東建託ニーシング、寝転んだ猫、桜餅を自然界と聞こえないよ、群馬帝国遥か彼方、さつまいもを吹かせて打ち抜いて、だからだ。あんまん食べるよ、見た目はジョングン、飛ばすよミサイル反戦効果、オナゴもシゲルもみんなで集まれ、大きな玉目とジャンベンジョンション、ブラック企業を就職決めて、サンズの川を行ったり来たり、きっと明日も残業です、元気な権力者、見かねてないウニに紛れ、行く願い届かないよ、終電もなく歩道橋を一段飛ばしで駆き上がるウニ、何千メーターいい、どこよどこよ、嘆く声も聞こえないよ、年次休暇遥か彼方、観光搭載で休ませろ、おめでとうございます。優勝旗を走り抜けて、エクストラ星が起動、クレイジーマノ君、粉砕玉砕大火災、ダサい飲みたい、有効期限切れのクーポン、所持金少し応援効果、濡れぽっかぴかぴか、なくらまかん、アルマジロ的行為、部屋にこもる花のような君、ありがとうとブルフェンくらい、ウニ恋はオンミュージカル俳優、ピカソの皿、滑り踊る鳥を食べはくる、ということでね、1周年記念の歌枠でした。いやー、感動的な歌でね、もう泣きそうになったな。なんて読めるか、ありがとうございます。意味がわからない。そうか、マジどうだったか。声がいい、声はいいね、本当に。いや、ということで、1週間デビューでねえや。ありがとうございました。それでは、そういうことで、また会いましょう。クゼアイガでした。お疲れ様です。それでは。